さあ、育成するぜ。まあ、育成する前に触るぜ。マジ、キャラデザがめっちゃいいな。1段、2段、3段、4段。4段ね、通常攻撃。銃撃は？おー！邪魔？めっちゃかわいい。爪で引き裂く感じになってる。やべ、マジでかわいい。スキル見ます。通常攻撃、ダンボール切り裂き術、倍率は、まあ、高くはねえな。まあ、そりゃそうだな。アタッカーじゃねえからな。スキル、にゃんにゃん待ち飛脚。シールド時間12秒。おめでとうございます。強いね。で、猫宅急便の持続時間10秒。長いですね。あ、長いのかな。クールタイムが短いね。8から12。クールタイムよりシールドの方が持続時間長かったりする？一回押しは猫股返しを繰り出してシールドを貼る。安全運送シールドを獲得すると、吸収量は加算され、時間も更新される。時間も更新？もしかして、キララってシールド時間長かったりする？爆発は？ニャルダモン。あ、元素爆発攻撃力依存だ。倍率 570%！ いかれてるやろ。ちょっと待って。テンプレベル1で倍率570、あ、でも60、そっか。でも、570は高くね？おー、ちょっと面白そうなキャラだな。はいはいはい。いや、じゃあ、とりあえずスキル使います。よいしょ！これが、シールドだな。クールタイム8秒なんよね。持続時間何秒？ああ、重ね掛けできる！シールドのクールタイムより、クールタイム8秒で、持続時間12秒だから、勝利と一緒だ。クールタイムよりも持続時間の方が長い。まあまあ、8秒おきに出さなくちゃいけないのはちょっと手前やけど。シールドの持続時間長いのやばいな。じゃあ長押しいきます。長押し。ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。あ、そこ登るやん。おのれ。で、クールタイムはちょっと長いって感じね。あ、これ、崖登りとかどうなるんだろう。あおん。あ、ちょ、引っかかって。まあ、なんかあれだな。機動力は若干落ちたけど、立体移動が割としやすくなった左右みたいなイメージでいいのかな？おもれー。じゃ、育成しましょう。素晴らしい。声優が強い。突破ステータス HP なんだ。なるほどね。だからまあシールドを固くするための HP という認識でよろしい？となるとやっぱ爆発は火力が出るわけではなさそう。爆発の倍率えぐいんよね。570% ってやばいです、レベル1で。60族で。なんやけど、まあ、どうなるんだろうな。突破して HP だし、やっぱ爆発で火力出すってなると攻撃ぶりになるのかな。あれ？尻尾もちょっと伸びたかな？突破ボイスが短い。こういうテンプ見るか。溶接、清の変。にゃんにゃん待ち飛脚の箱状態にあるキララは衝突するたびにがっちりコンポを一層獲得する。3回当たればいいんだ。はいはい。がっちりコンポを一層につき、キララは安全運送シールドを一つかな。はい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 。つまり、強くねこれ。はいはい。だから、スキル長押しして、敵を引きずります。ブシッ、ブシッ、ブシッ。で、これで安全運送シールド3層を、で、これで、これが終わると、安全運送シールドを獲得して、まあ、シールド、このスキルのシールドの耐久値の6割まで、まあ、硬くなるのかな。で、そしたら何がやばいってね、継続時間更新するねん。だから、まあ、スキルの、だからなんか、ジュシュジュシュジュシってなって、スキル終わって、安全、シールドの持続時間12秒延長してから戻るから、マジで、シールドキャラとしては、どうなんだろう。勝利、さすがに勝利にはかなわないとしても、レイラよりもシールド面では優秀な気がするな。どうなんだろう。ウェイ。
を10個くらい届けられそうだよ。固有テンプ、猫のぐるぐる目時計。キララの HP 上限を基準に、HP 上限1000ごとに、にゃんにゃん待ち飛脚の与えるダメージプラス 0.4%。爆発のダメバフが 0.3%。これ上限なし？上限なしか。HP が仮に、まあ、5万は多分相当きついんやけど、4万はいくと思うから。4万あれば、4000×4%。ダメバフ？何パー？ 4万あれば、40倍。あれ意外と大したことない、このこういうテンプ。HP4 万で、スキルのダメバフ 16%、爆発のダメバフ 12%。まあ、そんなもんか。爆発の倍率がエグいんやけど、爆発にダメバフ 12% 入るってだけでも、まあ悪くはないか。ないよりかはいいね。うん。抜き足、差し足、忍び猫。これは敵の鶏肉、獣肉に近づいても気づかれないってやつやな。イケキララ！まず君は草原素粒子をどれぐらい作れるのかな。とりあえず白術で草原素粒子もらおう。これ長押しして、えい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 バーン、にゃんにゃん攻撃たまる。いきます。4万9000ダメージか。なるほどな、アタッカー型にしようと思えばいい火力になるな。なるほどね。いや絶妙なラインで、ここのヒルチャールに爆発を当てよう。どうぞお受け取りください。にゃーんにゃーん、うーんうーん、ない、むずい。4万9000ダメージまあ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 、テンプレベル10、まあ、13までいけばここからさらに 1.4 倍ぐらいにはなるから、ね、ガチで爆発特化型キララはあれか、7万ダメージぐらい入んのかな、爆発で。なるほどね。あ、でも大したもんだね、星4で。これは確かに激化入ったらやばそうだね。そうだね、じゃあ激化ビルドでやろうか、アタッカー型 やるなら。じゃあちょっと激化軸でいきましょう。今回はどんな問題だ。 OK、 これで激化火力をちょっと見てみよう。さあ、じゃあ激化火力ちょっと見ましょう。ピシッピシッ、いて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 、さすがに割られるときは割られる感じね。はいはい、激化で1万ダメージぐらいか。まあ、熟知には持ってないけど。え、にゃんにゃんして。はい。はい。そこで爆発。うーん、難しいなぁ。痛い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 。やばい。の中に帰りたい。いろいろ漏れ。これ死なせた罪は重いな。さすがに遺跡守衛のぐるぐるとかロケラン全部受けきれる硬さではないのね。なるほどね。ちょっと失礼。ちょっと失礼。はい、爆発。お荷物です。アタッカー型で使うものではないのかな。あ、でも6万入ってるわ。難しいな。ネレベロさん的な評価どんなくらいですか。まあ強くはないよね、最初から分かってはいたけど。さすがにあれよ、ナヒーダとか白術持ってる人からしたらあんま多分出番はないと思うし、うん、草元素も設置が強いコレーとか草主人公とかの出番も言うては多いから、そいつらをしのけてキララ採用することは多分ないと思う。可愛いよねキララは。お前私と勝負や。ペロ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 。あー、いいねー、いいよー。あー、おかしい。バイバイ。